回はプジョーあるあるについてご紹介していきたいと思います。プジョーに乗ってみたい、プジョーってどんな車という方、ぜひ見てください。一つ目はこちら、どうぞ。中の内装こんな感じになっております。国産とまた違うところはこのウィンカーですね。ウィンカーと、レバーの違うところになるんですけれども、ウィンカーがこちらの左側になります。こっちがワイパーになりますね。なぜどうしてフランス車は日本車と違ってカップホルダーが充実しなかったのかと言いますと、まず一つ目の理由として、フランスでは運転をしながら飲み物を飲むということが禁止なそうです。二つ目にフランス人の特性として、何かをしながら何かをするということがあまり好きではないようです。なので運転しながらコーヒーを飲むのではなく、運転中にコーヒーが飲みたくなったら車を止めてカフェに行くそうです。そのまま遅刻される方も多いそうです。次にパノラミックガラスルーフについてご紹介させていただきます。フランス車にはガラスルーフ付きの車が多いのですが、その理由をご存知でしょうか。それはフランス人の国民性に由来しています。フランスでは太陽を好む人が多く、サマータイムである夏は日光浴を楽しむ人でいっぱいです。ですが冬の間は日照時間も短く、太陽が出る時間が少なくなりますので、車の移動中も太陽の光を浴びたいという考えからパノラミックガラスルーフができたと言われます。では次のプジョーあるあるに移りたいと思います。こちらご覧ください。プジョーの魅力の一つであるアイコックピット、こちらのハンドルご注目ください。ショールームにご来場されるお客様の多くから、ハンドルが小さいねというお言葉たくさんいただいております。目の前の景色が他のお車とは違うことに驚かれるようです。ハンドルを小径にしたことによりリラックスした状態で運転を楽しんでいただけます。皆さんはプジョーのロゴ何代目かご存知ですか。こちらのエンブレム実は11代目になります。その次に出てまいりましたのがこちらの12代目エンブレムになります。こちらの新しいデザインは2021年に発表されました。1960年に使用されたエンブレムの復刻したデザインになっています。ブランドの高級感を高めるためによりエレガントなデザインにしたそうです。プジョーにはガソリン車でしたらハイオク、電気自動車、ディーゼル車、そしてハイブリッド、この4種類からパワーオブチョイスしていただけます。いかがでしたでしょうか。皆さんいくつプジョーあるあるご存知でしたか。このような感じでプジョーのことについてまた紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。